財務省は企業の賃上げ状況について基本給の水準を一律に上げるベースアップ、ベアを実施する企業が前の年度より大幅に増えて6割を超えるという結果を公表しました。財務省は先月中旬から今月中旬にかけて全国の財務局を通じて調査しました。その結果、全国1161社のうちベアを実施した企業は前の年度より23.4 ポイント多い 62.1% で623社に上りました。ベアと定期昇給分を合わせた引き上げ率は 3% 以上と回答した企業が 51.2%、 5% 以上は 16.9% でした。賃上げの理由については、社員のモチベーション向上が 80% と最も多く、次に物価上昇への対応が 64% でした。